っと待って、何が正解、何が正解、どっちから来てる、左から来てる、左から来てる、左から来ている、左から来ている、おいやいやいや、おお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 お、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。エルデンリング実況プレイ続きをやっていきましょう。前回に引き続きね、前回はねアウレーザの腹部を攻略してたんで、今回はアウレーザの英雄墓を攻略していこうと思います。でステータスね、前回の最後に割り振り直して、で、以前と同じね名刀月隠れ月ごもり月影を使えるようにしてます。なんかすごいしっくりくる。大丈夫か、いきなりなんか敵隠れてたりしないか。いや、いるな。あ、ちょっと待って、あいつじゃん。はバジリスク、これは確かバジリスクという名前だと教えてもらった。死を振りまくやつ。はい、このね、危ない危ない、この松明がないと死んでしまう。黄金の墓標、いや本当に墓標になりかねないじゃん、危な。でも君らそこに閉じ込められてて大変だね。出てこれなかったんでしょ、ずっとそこに一人でいたの。かわいい。おい、いや、やぶねえ、やぶねえ。こいつ、ついてくんじゃん。ついてこなくていいよ。あら、なんか広いぞ。やだな。ん、投擲が有効。投擲？何が？何の投擲？わ、深。なんだ？ジャンプ、いやいや、ジャンプの時間じゃないでしょ、これ死ぬでしょ。いや、ここだ。は？え？さすがに嘘だろ。あの、下に見えない足場があったとしても、なんかないもんね、飛び移る場所とか。左を目指せ。つまりこの先、罠に注意。わかった。わかったわ。これ分かったぞ、俺。これ分かった。あれだろ。絶対そうだろ。危ない危ない危ない。ちょ、危ない。向こうが敵いるんだが。あの人絶対引かれるでしょ。はい、さよなら。もう一回引いてくんないかな、早く。回復しちゃうから。もう一回引いて。はい、オッケー。はい、さよなら。え？ちょっと待って。下が行った時は正解、それとも上に行った時は正解、上かな、上で行ってみよう。よし、どう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 、あいや、ちょっと待って、嘘、ここそういうとこ、ここそういうとこですか。君ら来ないでいいです。あ、ちょっと待って、これ上大丈夫か、大丈夫か、バジリスクだらけか、ここ秘密ある、なくない、本当に大丈夫、右に注意。ああ、いるけど、大丈夫。私はとりあえず今、この松明を持っている限りは最低限度の命は守られてる。危ない。え？ちょっと待って、どうなってんの？どっちが正解？どういうところが正解？これ、タイミング的に。あいつが下行った時が正解なの？こっち行って、なんかあるね。危ねっ。私今ここに来たの正解か？そもそも。うわ、いや、ちょ、危ねっ。お前。
いやいや違う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 、危ない、そうじゃないそうじゃない、刀が違う、危ない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 、死ぬ死ぬ、危ない、危ない、杖で殴ってる場合じゃないんだって、もう、え、どこどこ、こっちが下行きます、あ、なんか踏んだな、まあいい、これが、あ、なんかすごい引いてる、勝手にルーン入ってきてる、ん、こっち GO でいいか、危ねえ、あー失敗した、今ちょっと間違った、進んでいくが、進んでいくが、左手に行きたい、うい、当たってた、当たってないと思ってたのに、で、どうしようどうしよう、こいつが上行く、上行ったらこっち行って取るんだけど、ここには、骸骨いるよね、ん、どっか骸骨いたよね、あ、いた、だからこいつは倒しとく、はい、でまた再び松明焚いとく、よしよしよし、あいつが、あいつが行ってる間にこっち行って、それでいいんじゃない、それでいいんじゃない、ダメ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 、間違ってる、合ってる合ってる合ってる、あー、いた、危ない、なんか正解が分かんなくなった、あいつ下まで行くのか、お、あれおかしくない、この人なんか動き変わんなかった、動き変わってるよね、この人。動き変わってるよね。動き変わってるよね。やばい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 。やばいやばい。あ？え？動き変わった？もう、何が正解？何が正解？え、ちょっと待って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 、何が正解？何が正解？どっちから来てる？左から来てる？左から来てる？左から来ている。左から来ている。おいや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 、お？何が正解、何が正解、何が正解、何もない正解はない、正解がない、どこにも正解がない、私どこにも行けなかった、ちょっと待って、え、はえ、ちょっと待って、は、何が正解なの、え、下降りる、嘘でしょ、本当、はあ、よくやったじゃねえよ、よくやったじゃないんだってこれ、いや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 、嘘でしょ嘘でしょ、さすがに嘘でしょ、あ、でもあの意味捨てのなんとかに比べりゃマシか、全然マシか、とりあえずわかるもんな、降りるとこ下だね、この下だよね、多分これでいけるよね、あのちょっと向こう側にもなんかあるのは気になるけど、まあ今更あっちに行く気にもならんぞ、私は。よし。ここは、なんだ？ああ、元気だね。元気だね、みんな。元気だね。会いたかったよ。会いたかったよ、元気だね。ああ、いっぱいいるね。楽しそうだね。みんな楽しそうだね。いい子だ、いい子だ。ああ、湧いてくるね。湧いてくるね。疲弊無位牌？なんだ、それは。私は今どこに行こうとしてるんだ、これは正解ルートか、本当に本当に正解ルートか、これはすーげー音する、すーげー音する、え、はしご長くない、どこ行ってんのこれ、ん、はい、いやこれ違うでしょ、いやちょっと待って、
これはただ単に戻るでしょ。だとしたら、ちょっと待って、だとしたら違くない？え、もう一回やんなさないとダメ？え？ちょっと待って。本当に？本当にそうですか？ないな。多分開かないな。いやー、みんな可愛いね。いやー、可愛いね。君たち可愛いね。私の中の藤森さんが飛び出てくるわ。みんな可愛い。可愛い。みんな大好き。ああ、可愛くて大好き。ちょっと待って。こっからさ、こっち行ったらいける？おう、ちょっと危ない。もう死ぬかと思った。下が行こうだ。そうだな。これだろう、多分。こっから行けばいいんだろう。あんな上からいちいち引かなくて。わ、危ない。怖っ。怖すぎる。本当に怖すぎる。あいつ何してる、あそこで。バカじゃないの、この。バカじゃないの、こいつ。本当に。お前、落ちろよ。こんなとこでさ、刀振ってる場合じゃないだろう。本当に。何？クッシュ。ここは？頭はまだか。頭って何？まあ、全然これが本当に正解ルートなのかさっぱりわかんないけど。大丈夫か？貴重なアイテム万歳。やはり馬、馬？あ、何？何？あ、何？怖いんですけど。何？でかくない？なんかでかく、え、痛い、え、なんで？嘘、なんで今の。今しゃがんでたじゃん。ん？わかんない。下行くの正解、上行くの正解。ちょっと一回上行っていいか。なんかあるか。あ、なんだ。すごい出た。あれ？すごい出た。出すぎじゃない？あ？これ何？え？は？なんだこれ？何がどうなってんだ？は？あ？これさ、うまいこと戦車に当たったりしないの？この炎。これで戦車壊せないの？ダメか、さすがに。無理か。ダメだな。これなんだ？何のためにあんの？当たんないもんな、戦車。ここでバーンって来たからもうこれ走るしかなーい。私は走るしかなーい。危ない。ちょ待って。ああ、惜しい。惜しすぎる。なんてことだ。今のは惜しすぎる。私が完全に今ミスった。もうちょっとで届いた。
ああ、しくじった。しくじったのはいいんだが、また一からか。本当にか。きつすぎないか、これは。さすがに。ちょっと、しんどいんだが。本当にご勘弁願いたいんだが、これは。うん。はい、飛び降りる。はい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 さよなら。はいさよなら。どうも皆さん元気ですね。はーい。はい、こんにちは。どうも。うわ、もうなんでそこでダメージ。あ、なんだ。は、ちょっと待って、なんで。はい、何、なんで、なんで壊れたの。え、説明ください。あ、何、はい。ちょっと待ってくれ。なんか1個追加で今戦車出てきて勝手にぶつかって壊れたけど、なんで、はい、わかんない。私がなんか先進んで何かしたから。なんか石像を動かしたとかそういうこと？あれが理由？いや、ほんとわかんないんだけど。いや、説明がない。私は本当にこれでよかったのか。で、ただここが仕掛けのやつか。仕掛け扉、ここか。あれ？いや、ちょっと待って。開く？は？何これ？え？どういうこと？ん？ちょっと待って。あれ？あ、ここボス？あれ？ちょっと待って、どうなってんのこれ。あ、仕掛けを解いていますが、なぜ解けたのか私自身が分かっていません。え、ちょっと待って、これ失敗じゃない、ある意味で。え、ただ、とりあえず一回行かないと、回収できねえんだよな、私のルーンが。私のルーン回収したいんだけど。ルーン、ここから降りたらいける、とりあえず。ここからいける？あ、いや、終わった。5万ルーンぐらい消えた。まあいいや。まあ、良いだろう。良いだろう。何はともあれ、これでボスのところに行けそうだ。ん？なんか、骸骨いんな。これ後ろにいるだろ。やっぱりか。この雑魚をさ、のちょっと残したまま先に進むと多分ね、ろくなことなんないんだよね。ポイントをね、多分残した状態で進むと、ティシーさんがまた煙の外とね、戦い始めたりして、多分円滑にね、戦いが進まなくなっちゃうから。あ、違った。これは飲む、まだ飲まなくてよかった。まあいいや。はい、色。とりあえず TC さん呼ん、あ、おーい、おかしくないか、ルツボが2体いるぞ。やばいやばい。さすがにルツボ2体やばい。あー、地味に邪魔。あー、こいつ。おお、やばいやばい。あー、やばい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 、それやばい。あー、やられたな。これ
これ片方に一気に畳みかけないとやばいね。まあでも戦い方分かった。 OKOK。 ダメだダメだダメだ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。ちょっと待って、こんなことしてたら死んじゃうわ。もういった、はいはい、あいやいや、痛い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 。危ない、やられるやられるやられる、普通にやられる。さあもう一回行くぞ。これこいつ盾持ってない方が楽だよな、多分。普通に考えて、普通に盾持ってない方がこいつの方が倒しやすいな、多分。おい、ててててててて、痛い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 。ああ、やば、2体とも来るじゃんこっちに。なんで、おい、危ない、危ない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 。もうちょっとで、もうちょっとでこいつは倒せる。焦りは沈没だが倒せる。いや、 TC さん、 TC さん、ちょちょちょ、 TC さん、もうちょっと考えて。よし倒した、もう一体。危ない危ない危ない、 TC さんのスリップダメージがあと一発ぐらい入れば倒せる。おい、あ、だだ、 OKOK、 あ、いけるいける、 TC さんいけるね。あー、よかった、終わった、勝った勝った、危なかった。おお、いっぱいなんか手に入れたね、ルーツ棒の武器いっぱい手に入れた。そして何かいいものありますか、ないですか、ないですか、なんかあるんじゃないですか。英雄棒ですよ、英雄棒。英雄棒ってこんなしょぼくれてましたっけ、なんかありませんでした、たまに。宝箱とか。もう宝箱すら言えなくなっている。いいものくれませんか。まあルツボの装備がかっこいいとかはね、そういうのいいんですよ、もうどうでも。え、なし、なしですか、なし、もうしょうがないね。しぶしぶ戻ります、しぶしぶ。いやー、絶妙に時間がなんか中途半端な気がするな。めちゃくちゃ疲れたけど、あとなんかどっか都合いい感じのとこあるかな。あ、違う、うーん、この黄金樹とかも当たったんだっけ、もう何も覚えてないな。すごい光景だったね、こんなとこあったっけ、もう何も覚えてないね。あら、こんな広いとこありました今まで。ひどいな。え、こんなとこ私通りました。あ、ワンちゃんワンちゃんワンちゃん元気、あ、なになに、ワンちゃん元気、ワンちゃん元気すぎる。はいはい、ちょっと私と大間さん呼びたいんですけど。あ、誰誰だい、知らないよ君、誰だい、マジでこんなとこ いた君みたいな人、知らないよ。誰だお前、マジでお前みたいなやつ知らねえぞ。
体力はそうでもない。よし倒した。アセビト食いアナスタシア、新鮮な解体包丁。解体包丁に新鮮もクソもあるかな。あ、私ここ通ってないのかな。もうなんかこんなルートを聞き通った記憶ないの確か。ん、あ、アイテムも取ってないもんな。ん、なんだ石鹸の鍵。おや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 、ああここ断裂してんの。あら、じゃあのなんかあの大文字に行きたかったんだけど、ここ違うルートか。はて私は一体どのルートから。あれ、じゃあ一回もこう来てないのか。来てないのか。おや、火山館から戻るのか。なんとなくで火山館に戻ってきてしまったがゆえに、すごいなんか混乱を招いてる気がするんだが、こっち側ルート行っても多分ここは行き止まりだよね。で、この部屋は前ボスを倒したとこだと思うが、あれ行けない。ほーん、はいはい、あ、そうだよね、そうそうそう、ボス倒したとこだよね。こっからこっち行って降り立って、あ、ここら辺の敵は正直どうでもいいんだが、ちょっと一回火山館で落ち着くか、落ち着けるかどうかわからんが、なんだこれ、あ、いた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 、初めて見たけど、今あのアレクサンダーさんがなんかここが火の山かみたいなこと言ってたね。あんなメッセージ前からあったかな、記憶にない。ただちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、落ち着こう落ち着こう。どうなっているんだ、もうほぼ人がいなくなった火山館。お久しぶり。そしたら気になってしょうがない、あの黄金銃、あの黄金銃はどうやっていけばいい。ここに行きたいんだが行けないのか。いや行けないことないよな。ん、ああ賑やか賑やか、はいはい、賑やか賑やか賑やかだね。こっち側に下ることが何かできるのかな。ここら辺もよくよく考えたらちゃんと、ああなんか手が生えてる手が生えてるちゃんと私は見てないのか、ひょっとして。火山管周りをちゃんと私は探索していないのではないのか。ここはマップか、マップがあるね。はい、あら祝福ある。でもしかもこれ回復じゃない、解放しなくない。これは罪人送りの橋。全然私探索してないじゃん。なんかさすがにもう火山管周りは全部見たような錯覚を起こしてたけど、全然見てないんじゃない？あそこでかいいる。こっち、あ、こっち、こっち行って。こっち、お、危ねえ、落ちる。こっち行って。この向こうは？あ、ちょっと待って、ここ通り抜けて、行ける？なんかすごい物々しい音楽鳴り出してない？気のせいか。
黄金樹あるじゃん。黄金樹。ここ全然行ってないわ。そしてなんか呼べるわ、これ。ああ、はいはい。ティッシーさん、お願いします。ティッシーさん、お願いします。あれのボス倒してませんね。ああ、いやいやいや、やるんだ、ばばば。ばばい、ばば。わあ、噛まれた、いきなり。やばいやばいやばい。やばい、回復したい。回復したい。あ、いた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 い。これでね、私が試したかったのが、これね、水星アズールってやつ使えるんですよ。これが効くのか。え、当たってなくない？当たってね。せっかく使ったのに全然当たってない。角度が難しい、これ。おいおい、ティシーさん、ティシーさん、お願いします、ティシーさん。ダメダメダメ。ティシーさん、ティシーさん、これ当たる？当たった当たった。え、ちょっと待って、結構強くない？結構強くない？これ、結構強いよ、これ。これ結構強い。お、危ねえ危ねえ危ねえ。巻き込まれる巻き込まれる、すげえ巻き込まれる。危ない危ない危ない。TC さんお願い。 TC さん、そいつもう一回ぐらい打てば終わるんじゃない、これ。おし、倒した。あ、この技強い。技じゃない、魔術で。何、鉛色の格子族、青色の獅子族、効能がわからない。ちょっと待って、アズール強いぞ。あの、アズールって皆さん覚えてます？あの変な、あのセレン師匠周りのイベントで出てきた、頭がなんか宝石みたいな人たち。あの人の技なんですけど、技じゃん、魔術。なんかすごい匂ってない？大丈夫？なんかアイテムある？黄金の矢。私は矢とかを使ったことが一切ない。あ、これが気流かと思ったら、この木がすごい香ばしい香りを出してる描写でしたね。なるほど、なるほど。これこっちは来たけど、なんかある？敵がいるだけか？最後この辺り掃除して終わるか？あ、ういや、いきなり外した。なんでだ？ターゲットが違うとこ行ってた。あ、いや、危な。おいにちょうだい。よいしょ。もう一体か。あれも敵か。ただの敵か。危ね。はい、さよなら。アイテムだけ回収。ああ、大したアイテムじゃなかった。全然嬉しくなかった。っていうところなんですが、結構長くなったので、今回はここで区切りにしたいと思います。今回は結構収穫あったね。あの、英雄を攻略したし、で、新しい雫も手に入れたし、なおかつね、この水星アズールというものが結構強いということも分かりましたので、今後に生かしていきたいと思います。では、今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいつも励みになっております。ありがとうございます。では、お疲れ様でした。じゃあね。